い、佐藤あやみです。今回は、とある1日をご紹介しようと思うんですけども、私ですね、東京からお引っ越ししました。地元の福岡に引っ越しました。好調にいろんなもの食べてブクブク太っているんですが、今回はその、福岡での1日をご紹介しようかなと思います。車も私マニュアルの BRZ 乗ってて、で、主人がねオデッセイに乗っているので、まあ、そっちで移動したりも結構あるんですけども、私はね車好きなので、お腹に負担がない程度でちょっと息抜きがてらドライブしたり、お買い物に行く時に使ったりとかはしてます。今日も無理のない程度でドライブがてら、ちょっとブラブラっとしようかなと思います。行きますか行きますか。ちゃんは揺れるのでなので、あんま長距離の運転にはニッツさんは向いてないかなと思います。ただ私ブリッツの車庫帳を入れてて、でそれがですね、こう足回りの柔らかさとか硬さを調整できるんですよ、お好みで。それめちゃくちゃいいですね。車の動画とかカスタムの動画とかも結構載せてるので、ぜひぜひ皆さん見てみてほしいなと思います。最近のさ悩みとしてはさ、結構バリバリ車の動画をやっていたので、それが今母になるということで、もちろんスポーツカーとかは好きなので、そういう風な、なんだろう、スポーツカー系の動画も、まあ、もちろん今後も上げたいなとは思うけど、一時はなかなか難しい。まあまあまあ難しいとか言いつつも、私が乗ってる車がスポーツカーなのでなので、まあ、この B ちゃんでの動画は結構ね出したりとかすると思うんですけど、まあ、これから母親になるということで、逆にそういう目線での車の動画とかもいいのかなって思いながら、なんかミニバンだったりとか、まあ、私もちょこっとミニバン系の動画とか、まあ、スポーツカーにこだわらず、なんかいろんな動画を出してはいるんですけど、なんかもうちょっとファミリー層に向けたような車の紹介とかできたらなってすごい思ってます。福岡のディーラー様、ぜひよろしくお願いします私東京7年ぐらい住んでたんですよね。だからなんか今まで住んでた福岡とはやっぱ、まあ、ちょこちょこ帰ってきてるんで、いろいろ変わってるところは、まあ、ある程度知ってるけど、でもやっぱ私がこう過ごしてた10代の時の福岡とは全然違うので、なんか楽しみですね。そういう点では27になってからの福岡での生活っていうのは全然10代の頃とは違うから、まあ、ましてやね子供が生まれるからね、全然本当にいろいろと違うと思うので、めちゃくちゃ楽しみ。で今回の動画ちょっといつもと画角違うの分かります？ちょっと私アップなんですけど、これねスマホで実は撮っていて、なんか最近私スマホで撮影することめちゃくちゃ多いんですよ。めちゃくちゃ画質がいいのと手ぶれがねすごいしにくいので、本当に Vlog とかは結構携帯で撮ることが多くて、すごく優秀なアイテムを最近入手したので、それを使ってね撮ってみたいなと思ったので、今日それを使って撮ってみてるんですよ。めっちゃいいわ、普通に撮れてる、やばいこの BRZ ってロッツェリアのナビを使っているんですけども、このナビがですね iPhone と同期みたいのができなくて、お出かけするときに Google マップを使うことがめちゃくちゃ多いんですよ。結局なんか Google マップの方が渋滞情報もすごい明確に出てくれるし、なんだかんだすごい楽で使ってることが多いんですけど、連動されないのでスマホをこの車に取り付けるものが欲しかったんですよ。ずっとカー用品のお店でいろんなもの売ってるから、いろいろと見てみたりとかしたんですけど、なかなかしっくりくるものがないのと、あとやっぱりこの BRZ をつける場所が少なくて、エアコンの吹き出し口もまあ左右結構いびつな形してるものだったり、あとはナビがやっぱあるので、こうすごいごついものはつけられなくて、だから本当にそれでなんかいいのないかなってずっと思ってたんですよね。でそんな時にこのマグセーフというスマートフォンマウントをゲットして、本当にめちゃくちゃ感動しています。
あの今もこれつけてるんですけど、吹き出し口につけれて、で結構こういびつな形の吹き出し口でもつけやすいようになっているんですよね。あのデザイン的に後ろのこうはめ込むところがすごい強力なので、強力だし柔軟に対応しているので、なんか結構いろんなものにいろんな吹き出し口に対応してつけることができる感じになってます。なのでこの B ちゃんの前の部分にももう余裕で楽々でつけられました。しかも緩むことがなくてすごい安定感があって、だから今こうやって取れてるじゃないですか。めちゃくちゃすごくないですか。強力なマグネットでこうなんだろう、固定するような形、スマートフォンをこうつけるような形になっていて、で私の今このiPhone にですね、マグセーフに対応しているこの磁石がついているケースをつけているんですよ。でこれもシンプルでめちゃくちゃ可愛くて、後ろにおしゃれな大理石調のこういうのもつけてるんですけど、これがねめっちゃいいんですよ。これをもうパコってはめ込むだけでこうくっついて、もうブレにくいというか、すごい強力な磁石でしっかりとくっついてくれるので、でしかも縦にもできるし横にもできるっていうのがもう本当に最高。あのね、私の悩みとしてはこの BRZ に携帯をつけるってなると、あの絶対にこのなんだろう、ナビのモニターの部分に重なるから、縦につけちゃうともうそのナビ自体も見えにくくなっちゃうっていうか、ナビにすごい被っちゃう。まあいいんだけど、でもなんとなく私は横で使いたいなってすごい思ってて、でこれはねもう横にも縦にもまあ自由自在にできます。探し求めてたアイテムそのものが、ね、見つかったという感じで、でプラスデザインがめちゃくちゃおしゃれで可愛くて、大理石調のもなんですけど、ここの真ん中のセンターの部分ですね、ここに、普段使う時にこう指で引っ掛けてこうなんだろう固定できるというか、すごい持ちやすくできたりとか、あとはあのスマートフォンをちょっと立てかけたりとかすることができるので、なのでこれで、まあ、それこそあのテレビ電話だったりとか YouTube 見ながらなんかしたりだったり、そういうことができるので、本当にめちゃくちゃこれは便利です。でこれもね、こういろんな方向にこう斜めにというかそういう風にできるので、なのですごくこれもですねめちゃくちゃいいですね。角度が変えれるので、で取り外しも可能で、これも好きなものにこう変えたりとかして自分オリジナルのものができるんですよ。めちゃくちゃこれは画期的でびっくりしました。もうマジですごい本当にね、これは主人にもこういうのあるよ、これめっちゃ良くないとか言って、これめっちゃいいねって言って話してたんですけど本当にね、このポップソケットのこのマグセーフもだけど、ポップソケット単体でももうめちゃくちゃ本当に優秀で、かなり使える画期的なアイテムになってるので、ぜひぜひ皆さんもあの概要欄にお得に購入できる情報だったりとか、商品ページだったり詳しく載せてますので、ぜひぜひ概要欄見てみてほしいなと思います。天気がいいですね。そんなに寒くない今駐車場に止めたので、ちょっと博多駅をブラブラしようかなと思います。博多駅、夜の方が断然綺麗ですね、イルミネーションがすごい、ほら、イルミネーションお土産とかを買いたいなと思ってるので、阪急の地下に行こうかなと思います。阪急いろいろお菓子とかだったり、九州の美味しいものたくさんあるので、ちょっと買いに行きたいと思います。今お土産を買ったんですけど、ちょっとあの大好きな駅のクロワッサンをどのくらい並んでるか見て、空いてたら買おうかな。博多駅といったらクロワッサンの匂いなのでもう10年ぐらい買ってないけど、あ、並んで
る、めっちゃ並んでる。あー、どんまい、もうやめよう。ここタピオカ買う。白玉とタピオカ。戻ってきました。久しぶりにあのクロワッサン買えてめちゃくちゃ嬉しい。もう多分15年ぐらい食べてないかも。なんかすごい並ぶから、ちっちゃい頃はよくね、ママと買ってっていう風に食べてたんだけど、ある程度大きくなってからはあんまり食べた記憶がないですね。美味しそう、いただきます。うん、うん、うまっ。サクサクもちもちです。冷めても美味しい。9個ぐらい買ったんだけど500いくらでした。だからめっちゃ安い。最高。はい、というわけで今回は福岡に引っ越してきてからの初めての Vlog をご紹介しました。いかがだったでしょうか。ドライブがてらね、お買い物したりとか、なんかちょっとゆるっとした動画だったんですけれども、これからもね、博多のこう美味しいものだったり、なんか楽しいことだったり、なんかいろいろな動画を出していこうかなと思うので、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。動画の途中でご紹介したポップソケッツの商品たちもぜひぜひ皆さん概要欄からチェックしてみてほしいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Do you know how much I love you? I put your favorite song